ロバート・ウォーカーは、アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティ出身の俳優。アルフレッド・ヒッチコック監督の、見知らぬ乗客で演じた、サイコパスの犯人役で知られ、映画の公開直後に32歳で死去した。また、女優ジェニファー・ジョーンズの最初の夫であり、ジョーンズとの間に生まれた二人の息子は共に俳優になった。1918年10月13日、 アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティに4人兄弟の末っ子として生まれる。父親は地元の新聞の編集者。幼い時に両親が離婚したことで精神的に不安定で攻撃的な性格となり学校に上がっても何度も奉公される。そんなロバートの問題行動を抑えるのに効果を見せたのが演技であった。カリフォルニア州サンディエゴ郡カールスバットにある アーミーネイビーアカデミーの学芸会で主演を務めた後、パサデナプレイハウスの演技コンテストに出場して、最優秀賞を受賞する。1937年に母方のおばを頼って、ニューヨークに渡り、アメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで演技を学ぶようになる。1938年に、同期の学生フィリスリー・イスリートで会う。恋に落ちた二人は、 結婚資金を貯めるために揃って学校を辞める。早く以外になかなか仕事を見つけられなかったが、ようやくオクラホマ州タルサでラジオの仕事を得た二人は1939年1月2日にタルサで結婚。新婚旅行を兼ねてハリウッドに渡って仕事を探すがエキストラ程度の仕事しか得られず、ニューヨークに戻って新婚生活を始める。 1940年4月15日、長男ロバートが生まれる。1941年3月13日に、次男マイケルが生まれた後、再びフィリスがオーディションを受けるようになると、ハリウッドを代表する名プロデューサー、デビッド・オーセルズニックの目に留まり、フィリスは、ジェニファー・ジョーンズという芸名を与えられる。この頃からフィリスとセルズニックの不倫は始まっていた。これをきっかけに、夫婦で、 ハリウッドに移り、ロバートもセルズニックの後押しで MGM と契約。1943年の戦争映画、バターンでデビューする。その後は、隣のお兄ちゃんの親しみやすい青年イメージで、いくつかの作品に出演する。一方のフィリスは、聖書女の主演で華々しくデビューし、いきなりアカデミー主演女優賞を受賞する。夫婦ともに、 順調なキャリアを歩み始めていたが、フィリスとセルズニックの不倫に、精神的に打ちのめされたロバートは泥酔しての乱行で逮捕されるなど、酒に溺れるようになる。不倫がすでに公然の秘密となっている中、セルズニックは、君去りし後でロバートとフィリスの二人を恋人役で起用する。冷め切った中の妻フィリスとのラブシーンはロバートにとって苦痛以外の何者でもなかったが、 セルズニックは二人のラブシーンを何度も何度も撮り直した。撮影期間中の1943年11月に二人は別居し、1945年6月20日に離婚が成立する。その後もロバートの仕事は順調であったが、私生活ではますます酒に溺れるようになる。1948年にジョン・ホード監督の娘で、 映画編集技師のバーバラフォードと結婚するが、ロバートの気候が一段と目立つようになり、泥酔して逮捕されるなどしたことから、わずか5ヶ月で離婚。その頃、前妻フィリスがセルズニックと結婚。このことがますます、ロバートを精神的に追い詰めることとなる。1949年には、精神疾患で入院。退院後も仕事は、比較的順調に進む。1950年に、 女優ハンナランディと結婚。1951年に生涯の代表作となる見知らぬ乗客に出演。その演技が絶賛され、これをきっかけにキャリアは上昇に向かう。しかし、同年8月28日、マイサンジョン赤い疑惑の撮影が終了する前に32歳で急死する。異常な興奮状態にあった彼に、 主治医の精神科医が投与した鎮静剤により体内のアルコールとの愛情作用で急性のアレルギー反応を起こしたためであった。映画は見知らぬ乗客の未使用フィルムなどを使って完成した。ありがとうございます。